12022年登校オペレーションフィールドカウンセラー店舗経営相談員として勤務していますオーナー様に対して発注売り場管理や人材管理経営数字などをカウンセリングしサポートします一般的にはスーパーバイザーと呼ばれる職種ですが本部に指示命令権はないのであくまでカウンセラーですまたオーナー様のメンタルケアも大事な仕事私の周りには自殺や失踪したオーナー様はいませんが各種報道なのでどうしても耳にします自分のオーナー様が というのは想像したくないです。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日はセブンイレブンジャパンの本部社員、オペレーションフィールドカウンセラーの働き方の口コミを紹介します。口コミ2。まずは年収関係を見ていきましょう。転職サイトによると年収570万円30歳、年収650万円35歳というデータがありました。口コミ3。引用全国商工新聞2019年。 2013年に長野県で OFC をしていた青年が、地区マネージャーから激しいパワハラを受けて、連単自殺をするという痛ましい事件がありました。飯田市の同僚社員 T 君のパワハラ自殺事件については、本部は真相を隠蔽。私自身も過労で鬱を発症し、5ヶ月間休職となりました。OFC は休日であってもいつ呼び出されるかわからない緊張感にさらされ続けます。年間約400人新規採用して、400人が退職していく、使い潰される職場。 同期入社の社員は私以外はすでに全員が退職しています。口コミ。4。2020年投稿、冷凍庫に入るとかレイプするとか売上送金せずにシステム崩壊している店がある。その一方で本当に堅実に一生懸命仕事をしているのに苦しいオーナーがいるのも事実。そういった方に心から救われてほしいので頑張っている。ただ、自己買いにサービス産業。この会社に善悪なんてないから、たとえ辞めたとしても間違いではないと思う。 体力は必須。理不尽にも耐えられるかどうかが肝心。口コミ52022年投稿 OFC は店舗運営の全ての業務を身につけていなければなりません。店舗でわからないことがあれば OFC へ連絡が入り24時間365日いつでも対応。レジの処理業務だけでも大変で他にも経理業務やバランスシートの理解であったり従業員の管理業務。その他店舗施設関連の知識と対象が広範囲なのでそれなりの能力が要求されます。 ただ結局は立地産業なので、一個人ができることには限りがあります。口コミ62022年投稿、直営店で人が足らなければ OFC が応援に入る。その場合は過酷な勤務形態となり激務。深夜勤務の多さから精神病にかかる。毎日のように朝から夜23時まで働くなど気が狂う。また OFC として担当店舗を整備したとしても、2、3年に一度は移動となり担当店舗が変わる。 そうなると、せっかく死に物狂いで環境を整備しても、そのメリットは公認だけが享受できるという理不尽。口コミ72022年投稿。オーナー説明会も頻繁に開催されており、利益が上がって繁盛している店舗をピックアップ。給料や生活感を出して、次の店舗を出している人もいる。生活が豊かになることを前提に参加者の夢を膨らませる。困ったら OFC が対応するなど、サポート体制も充実している点を全面に押し出す。 実際にオープンから1ヶ月くらい、OFC は発注のやり方から品出しまで何もかも教えるという状況に陥る。勤務が朝の9時から夜22時、さらに10連勤もザラ。口コミ8。引用会社ホームページ。どうしたら自分の提案に説得力を持たせられるか、信頼してもらえるかを常に考えながら行動しています。オーナー様のモチベーションを高く維持し続けること、目標を達成し続けることは並大抵のものではありません。ただ、人生をかけてセブンイレブンに加盟している。 この点に関しては全オーナー様が同じ思いです。皆様の生活を支えるためにも、オペレーションフィールドカウンセラーは、とても責任の重い仕事だと思います。口コミ、9、2020年投稿、OFC は鋼のメンタルが必要な仕事です。一人で発展法を受け持ち、神経をすり減らしながら、オーナーさんのカウンセリングを行いますから、時には暴言を吐かれたり、帰れと言われることもあります。OFC は対人関係、数値責任、 トラブル対応などの様々なプレッシャーに日々追われています。休みも全く取れず、基本残業が多いので、家に帰って寝る生活しかできません。口コミ102021年投稿、一番きついのは新店の担当になる場合、通常業務に加え、新店舗の立ち上げ業務を同時に行うのは、想像以上に過酷。通常時の残業は60時間程度ですが、新店舗担当時は100時間程度と過労死ラインを突破。 しかも1年に1回は新店の担当となり、その激務がおよそ2ヶ月間は続く。ただ近年は新店の出店が減少しているので、そこまで心配しなくても大丈夫。口コミ、11、2022年投稿、入社してすぐにオペレーションフィールドカウンセラーになれるわけではない。まずは副店長、そして店長の経験を経てアシスタントフィールドカウンセラーとなり、オペレーションフィールドカウンセラーとして働くようになる。OFC は本社のミーティングに出席し、その内容を受け持つ店舗すべてにフィードバックする。 きちんとその内容を自分で理解し、理論的に説明できるようにならないとオーナーに舐められる。今は加盟店に高圧的な OFC はすぐに左遷か担当交代させられるので、昔よりも求められるレベルが高い。口コミ122022年投稿、神経の脆い人間にはとてもじゃないがつまらない過酷な業務。OFC になりたいのであれば、有給は諦めるべき。ワークワークワークの人生が待っている。 中にはスマートに仕事をこなして定時帰りを決める人間もいるが、ごく少数で参考にならない。セブンイレブンの OFC の求人が大量に出ているのは理由がある。なぜなら給料が良くても人が定着しないから。口コミ132022年投稿、育児と OFC を両立させている女性を見たことがないです。単純にとてつもないほどの体力を要求される仕事であり、男女問わず若いうちしかできない仕事。年末年始やクリスマスなどのイベント時にはまず休めません。 担当店のフォローを誰もやってくれななないため風なので休むと後が大変になります自爆買いもまだまだ根絶されておらず、関西エリアはおでんの自爆買いをする OFC も多かったみたいです。口コミ142022年投稿まともな会社になってほしい。関西で OFC をやっているが、おでん導入を本部が突然言い始めた。だからディストリクトマネージャーも悩んでいたし、加盟店もみんな苦しんでいた。店にとって赤字商材のおでんをやるなんて意味がないからやるはずもない。 無理強いをするのは優越的立場の乱業だろうね。こういうのが社員離職や歪み、店舗不振、事件、事故につながるんだと思う。口コミ。2022年投稿、セブンイレブンは廃棄や万引きによる損失を売上げ限の控除とみなしてロイヤリティにかけます。オーナー不在時の発注はダメダメですが、チャンスロスをしている店舗は多い。お昼前なのに棚がスッカスカなんてよくありますから。ただ繰り返しますが、無断発注は本当にダメ。 人の口座から勝手に金を下ろして盗んでいるのと何も変わらない。真夏におでんを無断発注するとか狂気そのもの。口コミ162020年投稿。担当店は一人7から8店舗ほど。年中無休なのでうまく回さないと中和問わず仕事をする羽目になる。仕事の相手はオーナーなのでオーナーの都合によっては打ち合わせが深夜になることもある。オーナーによっては呼びつけられて怒鳴り散らされることもよくあるし、会社との板挟みで大変。 なお、無断発注の件をよく言われるが、最終的な承認はオーナーによって行われる。また、現在は無断発注専門の通報窓口も整備されている。口コミ、17。2022年投稿、転勤も日本全国いろんなところに飛ばされるし、長時間労働が当たり前。出店ラッシュによる会社都合もあれば、前任者の失踪ややらかしなどの尻拭いなど、理由は様々。最悪なのは、不正やトラブルによるケースで、店舗がボロボロの状態で、なんとかしろと丸投げされる。 その場合は帰宅してからも当然仕事、休日も PC とにらめっこして店舗に顔を出すなど時間外労働が増える。上司と相談したくても上司も多忙でまともに面談できず。口コミ18ここで仕事相手であるオーナーの口コミを紹介します。引用セブンイレブンの罠2014年出版4章5冊って知っていますか私もこの言葉の意味はすでに2人の人間から聞いていました。4000万円までは借金を膨らませて働かせる。 5000万円まで行っちゃうと自殺するからそれ以上の借金はさせない。本部の上の項で公然と語られている言葉ですよ。その上強制的にオーナーをセブンイレブン加盟店共済制度保険に加入させる。気の弱いオーナーなどが自殺したら保険金を負債で全額生産してしまう。口コミ19オーナーの口コミ2019年投稿 セブンイレブンの東大阪南上小坂店は人手不足に加えてオーナーの松本氏と一緒に働いていた妻が2018年5月に亡くなっています。そして松本氏は連続16時間超の勤務を強いられることになりました。コンビニのフランチャイズオーナーは労働災害の適用外とされています。しかし、セブンイレブンの共済会資料を分析すると2012年7月から13年6月に43件の弔役金が支払われています。 当然43名全員が過労死かは定かではありませんが、セブン共済会には就業不能見舞金というものがあり、こちらは490件支給。これらはコンビニオーナーの過酷な労働実態を裏付ける数値の一部です。口コミ20。これで最後です。2022年投稿。夏休み以外はほぼ休みなし、休日もゴルフと店舗からの電話で潰れる。有給を消化しようにも社内イベントに強制参加。 OFC は本部とオーナーのいただせみとなり、自分の出世とオーナーの犠牲を天秤にかけ続ける。すぐそばで見ているからよくわかるけど、フランチャイズのオーナーをやるなんて自殺行為。そんなオーナーに対して本部の都合を押し付けるので、自殺案内人と揶揄されたくないならやめておくべき。以上がセブンイレブン本部社員、オペレーションフィールドカウンセラーの働き方の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。 はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。